紀の国や文在門の引きの国や文在門教法19年4月24日は、日本の江戸時代、原禄期の商人である。原生は、五十嵐市、名は文吉、配合は千山、略して、のりふみと呼ばれ、気分大臣と言われた。生没年もはっきりしないなど、人物伝には、不明な点が多く、半ば伝説上の人物である。架空の人物であるとする説もあるが、 実在したとする説が主流である。紀州岩佐の出身、文在門が20代の頃、紀州みかんや塩酒で富を築いた話が伝えられる。原禄年間には、江戸八丁堀へ住み、江戸幕府の側洋人、柳沢義康や、勘定奉行の小木原茂秀、老中の安倍正武らに賄賂を送り接近したと言われる。上野勘英寺根本中道の造営で距離を得て、 幕府御用達の材木商人となるも、深川木場を火災で消失、材木屋は廃業した。また、幕府から十分線の鋳造を受け負ったが、文在門の作った十分線はとても質が悪く、五代将軍、綱吉の死と同時に、この十分線は一年で通用が停止されてしまった。ため、大きな損失を被り商売への意欲を失ってしまったと言われている。晩年は、 戦争時代で過ごした後に、深川八万に移り、宝来企画らの文化人とも交友、千山の配合を名乗った、京法十九年に死去したとされる、京年六十六、木の国やは二代目文在門が継いだが、凡用であったために衰退してしまった。次男は、宝永二年、ほどが谷宿本陣六代、狩部清兵衛の入り婿になり、持参金で狩部家の釈罪を返済した。 八丁堀に広大な屋敷を構え、奈良や重左衛門勝豊との吉原における豪遊の逸話が伝わっている。距離を築く伝説は河村瑞賢とも融合している。全財産を継ぎ込んだ十分線の鋳造事業の失敗により、以降は古事記当然の生活となり哀れな晩年を送ったと言われている。遺説も存在し、綱吉政居の翌年法営7年に、 木の国屋材木店を閉店した後も、教法2年に、深川富岡八万宮に送金針の御子産機を奉納したり、大火で消失した富岡八万宮、社殿混流費用に全財産を寄進したりと、潤沢な資産を持っていたとも言われる。竹内誠は、元禄十四年に、香取神宮に木材六十本を納めたり、成田山新商寺が、元禄十六年に、 江戸の深川栄大寺で行った出外町に重量を寄進したり、銅座を請け負った記録が残っていることを指摘しており、将軍の交代に伴って建築事業が減少した後もそれまでの蓄財や家賃、利息の収入で老後も裕福な生活を送ったことが伺えるとしている。墓所は、聖陶院と将落寺。改名は、帰省通る昇進寺。 和歌山県有田郡岩佐町には松下孝之助が建てた木の国や文在門生誕の石踏みがある。文在門が20代のある年、奇襲は驚くほどみかんが大豊作だった。収穫されたみかんを江戸に運ぼうとしたが、その年の江戸への航路は嵐に閉ざされていた。江戸へ運べなくなり、余ったみかんは情報商人に買い叩かれ、価格は暴落した。 当時、江戸では毎年鍛冶屋の神様を祝う、ふいご祭りがあった。この祭りでは、鍛冶屋の屋根からみかんをばらまいて、地域の人に振る舞う風習があったが、紀州から船が来ないことでみかんの価格は高騰していた。紀州では安く、江戸では高い。これに目をつけたのが文在門だった。早速文在門は、玉、津島明神の神官で、州都の高松河内から大金を借りて、みかんを買い集め、 家に残ったボロい大船を直し、荒くれの船乗りたちを説得し、後がけで、嵐の太平洋に船でした。大波を越え、風雨に耐えて何度も死ぬ思いをしながら、文在門はついに江戸へたどり着くことができた。この時の様子が、起きの暗いのに、白穂が見ゆる、あれは、木の国みかん船と、カッポレの歌に残った。みかんが不足していた江戸で、みかんは高く売れて、嵐を乗り越えて、 江戸の人たちのために頑張ったと、江戸っ子の人気者になった。大阪で大洪水が起きて伝染病が流行っていると、知った文在門は、江戸にある塩酒を買えるだけ買って、先に、髪型で、流行り病には、塩酒が一番と噂を流し髪型に戻った。噂を信じた髪型の人々は我先にと塩酒を買い求め、文在門が運んできた塩酒は飛ぶように売れた。 奇襲と江戸を往復し大金を手にした文在門は、その元でで、ね、江戸に材木問屋を開く。こうして文在門は、死がない商商人から豪商へと出世、富と名声を掴んだ。この伝説は、文在門の在世中及び死去間もない時期の資料には見えない。竹内誠は、この伝説は幕末に刊行された、小説、黄金水大臣坂に描かれたもので史実ではないとしている。 ありがとうございます。